チリ出身でニューヨーク在住のアーティスト、アルフレド・ジャーさんです。ウマシメンカナの原爆死をもとに作品を作りました。ジャーさんは広島市が平和を発信するアーティストに贈る広島賞を受賞し、あさってから個展を開くため来日しました。待っていたのはウマシメンカナのモデルとなった被爆者の小島和子さん。二人はこれが初対面です。原爆詩人栗原貞子さんの代表作ウマシメンカナは、原爆投下後の地下室で居合わせた助産師の助けで一人の赤ちゃんが生まれる実話をもとにした詩です。私がサンバです、私が産ませましょうと言ったのは、さっきまでうめいていた重症者だ。かくて暗がりの地獄の底で新しい命は生まれた。この時に誕生した赤ちゃんが小島さんでした。詩を読んだジャーさんは、生まれることへの希望を込めて作品を作りました。So it was a very hopeful message in the middle of the horror. And that's, I thought, was the direction I took in my project. And I'm very thankful that you're here because you are the representation of Umashi Menkana. You represent We Shall Bring Forth New Life and you represent hope for the new generations. でもこういう機会をいただいて、新たにこうお参りさせてもらって、本当感激です。ジャーさんの個展は広島賞の受賞を記念して開かれるもので、あさってから広島市の現代美術館で始まります。ウマシメンカナを題材にした作品など全部で9点が展示されます。初日はジャーさん本人が作品について語るトーク会もあるということです。